鳴り響く中、今日は言うぜ超疲労でしょう1年かかったぜ、はい、1年かかった。ここは、今我々は来ているぜ、はい、タワーレコードの渋谷店にさ、はい、6階のそんなに思い入れあったんだ。インディロックコーナーだぜはいはいはい、そうですね。いや、まあそうですね、バンド始めた時はここに入り浸って CD をお小遣いにいくら投入するかを あのやってた時期がありました。ここにもそんなタワーレコード、そんなタワーレコード渋谷店で、はい、ついに私たちはリザル TV 来ましたよ。で、この間ね、あのタワーレコード見聞きと、はい、ね、ビザール TV まさかのコラボレートが起きまして、はい、そうですね、あのベイルートの話はさておき、骨折の話をねさせていただいたんですけどそうだね、今回じゃあこれを話していこうと。そうです ね裏だけ初めて見たよ、僕は。俺も同じこと言おうと思ったほら、何なんだ今日ベイルートの話していこう、はい。まあ、この間も話したんだけど、はい、シンセのフレーズを缶に翻訳するというところは、うん、まあ、非常にすごい面白いアプローチだなと。そうだね、すごく俺たちも心当たりがあるアプローチだなっていうのがそうですね、我々は親近感を感じたっていうかそうですね、なんかこのエレクトロ時代にどう生き抜くかっていうのを僕らはどう考えるかっていうのは、やっぱみんな同じようなことを考えていたんだっていうのはちょっと嬉しかったり、嬉しかったり、うん、しましたね。あの、この間、この名前を出していいのかわからないんだが、まあ、君も僕も大好きな、ある若手インディーバンド、ほう、まあ、名前を言うと、わなごなって言うんですけど、ああ、わ彼ら出た、わなごなとこの間、あのライブ一緒で、ああ、そうだったんだ、あの打ち上げですごい話す機会があって、うん、おお、そうなんだ、わなごなって古い音楽しか聴かない、俺たちのような連中だったんですけど、うん、ついに彼らにも、88ライジングの波が来まして、そうなんだ、もうあのトラップしてこうぜみたいな話し合いがあったらしいんですよマジワナコナがどうしたワナコナが36でハイハット刻む時代来るかっていう、3連符ハット3連符ハットとかっていうのがいいね。でもマジ俺もちょうど最近同じことを考えてたんだけど、マジベイルートの話で全然いかないね。いや、そうだ、翻訳からバンドはそうそうそう、いろいろ悩んでるっていうところで、確かにそれをブレイクスルーする2019年一発目なんじゃないですかっていう話に持ってきたかった、僕は。なるほど、うん、そっか、これの話とか出てた、ベイルートの。あの、ベイルートの話はしてなかった。あ、しなかったベイルート聞いたらっていう話を、ちょうど和田君とベイルートの話したんやっていうのを話した。ああ、そうだったんだ。だからこの回をわなごなが見てくれることを期待してメッセージとしてこれを聞けと悩める今すべて の、 あのドラムが人間のバンドたちに、ドラムが人間のバンドたちにこれを聞けと私は言いたいです。ヒントがいっぱい隠れてるように言いたいというビートのアプローチとかっていうよりは、多分テクスチャーのシンセだったり、ね、管楽器だったり、そういうところの入れ方みたいなところの結構実験をやったような感じだよね、うん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 、あえてドラムの感じはむしろベイルートが今まで持ってたような、あの、うん、東欧っぽいビートだったりバルカンっぽいビートは行きつつ、うんうん、ね、その上のテクスチャーで遊ぶっていうのは結構面白かったなっていう感じはしますね。ね、上物の多分そんな工夫感だよね、うん、で意外とドラムもさ、あの生ドラムで撮ってんだけど、まあインタビューでも言ったけど、ね、相当音処理は打ち込みっぽくなって、うん、そうだ、だからテームインパラとかもそうだけどさ、うんうん、一回そっち通ってあのミックスするじゃん、うん、そうだね、ポスプロと、まあ、プリプロでもやってるだろうけど、うん、そのドラムのサウンド作りは結構多分もう多分いけてんじゃんっていう、めっちゃくちゃタッタッってやつタッっていうサスティンがないゲートかかってますみたいなターンって言わないもんな、そうそうそう、最近のターンはない、ターン、逆にターンってさせたい気持ちにもなってる。ああ、逆に ね、そう、そのね、ドラムどころと、まあ、上物の音処理はすごい良かったなと思います。あとビーチボーイズ完コピっていうのも良かったなと思います、うん、マジ完コピだったね、マジ完コピ。あの2曲目のガリポリもやっぱこう先行シングルすごい良いと、うん、あの
人間が鳴らす音楽しいなっていうところに、そうね、そこはすごく感じた、はい、ですごくあっさりパッて聞けます、このジャケットのようにカラフル、色がついてる、和田くんがその色に反応してたじゃん、あ、そうそうそう、色がついてるっていいねっていう、うん、ジャケットにね、あの最近黒多いからね、白とか黒とか、ね、白とか黒とか多いから、うん、こうやって色ついてるの楽しいですね、楽しいのがやっぱ一番だね楽しそうって、もう見るからに楽しそうだもん、ジャケット、ミックス仕事のネガティブなところが逆に今ね、楽しくなりたいんだね、そうだね、疲れだね、あのたくさんの人と同時に音楽を鳴らすとか、音を鳴らすとか、声を出すとか、そういうプリミティブな要素は、あのシンプルだけど、聞くね缶がたくさん鳴ってるとかさそうね、あのね、それ、なんかあのマジ西池さんの話していいのかわかんないけど、あの熱狂を生むのはすごく簡単なことであってみんなと同じことするよ、みんなで叫ぶがいい、みんなで大きい声で叫ぶとすぐ熱狂が生まれるって、そうそうそう、マジその感じはすごく、なんかそういうみんなでっていうよりも結構やっぱりどうしてもマジでこれってお金の話だけでだんだん編成がいろんなバンドとか音楽のやり方って小さくなってると思うけど、なんかみんなでこう、これもやっぱブラスがセクションであってみたいな、そういう雰囲気っていうのはやっぱなんだろう、いいとかどうとかじゃなくて聞くなって思った聞くよね人間がたくさん入ってることに感動だ、それでする音楽ってさ、それはね、いかに今もう減らせ減らせになってきた世界に耳が聞いてんのかなとかさ、で俺らも今さこんなに CD コーナーがあってさ、Spotify とかで普段聞いてるからさ、ネットでしかジャケ見たことないのが実際ここにあると、なんか違和感やばいとかいう話を今してたのがさ、ドレイクのジャケがあるっていう、ドレイクのジャケがあるってやばいよSpotify で見たことあるやつってそうそう、この辺とかね、この辺とかさこの辺とかさ、なんかこうやっぱこれもなんかさ、初めて裏ジャケ見たっていうセリフにもう全て主役されてると思うんですよ、ね、確かに裏も見てこう、いいね、 CD 出てるんだっていう時代になるとは思わなかったよね、フィジカルで出てるんだっていうさそうそう、だってフランコーシャのレコードって誰か勝手にプレスしてるわけじゃん、あ、そうそう、ディスコグスで今あれ、あのアンオフィシャルすぎて供給できないように録かかってんだよね、フランコーシャ、あ、そうだな、俺はユニオンで買ったけど、あれはアンオフィシャルだったねアンオフィシャルだし、そういう世界なんですよ、我々本当にすごいよね、そのやっぱ楽器もさ、どんどんこう安くカジュアルな値段で買えるものがすごく今 新作としては出されること多いからさ、そうだね、フラッグシップじゃないものが多いなっていう印象はある中で、確かに確かに、この気合いの入ったね人間力でさ、ヒストリックコレクションのレスポールとかちょっとやっぱ効くなって思うよね、いやヒストリックコレクション効くなって思うね昨日もあの楽器、あの某楽器屋さんの Y サミ君の楽器屋さんに行ったけどあの1000万のレスポールを探してる59年スタンダードとか59年のサンバーストを、3000万だと、今いっぱい入ってるよねあそこ、はい、そういう話を聞いて本物の力に驚いたところでございます聞くねそれは夕日に向かって走れは熱すぎますけどまあみんなで歌うぐらいは楽しいんじゃねえか、ああそうねいいこと言うじゃんね、はい、ちょっと熱すぎず冷たすぎず、そんなレコードでございます、フェイルートの新作ガリポリ、話したいことありますし、インタビューでもカットされまくってますけど、あの骨折の話しか拾われないかもしれないですけど、いいインタビューです、あのこの動画と合わせてご覧いただけたら、そうです、ぜひ皆さんお買い求めください、こちら裏ジャケと中身も見てください、そんな感じベイルートガリポリ、暖かくなってきたからいいと思います、天候と遅刻は